今ご紹介いただきました青山学院大学におります、倉橋と申します。今日90分大学の授業はですね一コマ90分、まあ、ほぼ授業と一緒という形ですね。高校中学とかだと45分50分なんですけども、こう90分ずっと喋りっぱなしって喋るのは疲れたら聞く側多分疲れちゃうというふうに思いますので、なるべく、まあ、分かりやすい話も含めて、少しこうちょっとこう会話のピッチボールといいますかをさせていただきながらですね、今日まさに板橋男女平等フォーラムに、お声掛けいただいて、僕実は自分の会社を最初に立ち上げた時の、オフィス借りた初めての場所って中宿 の, 商店街の中で借りた思い出がこうふつふつと蘇ってくるぐらい、実は板橋すごく馴染み深い場所なんですが、こういった場所で、お話しさせていただくことを大変ありがたく思っております。あとグラレコ、グラフィックレコーディングをやられているという、どのあたりで、あ、こうですね、ああ、よろしくお願いします。そうなんです、最近グラフィックレコーディングすごく世の中に広がってきていまして、うちの学生も授業をグラレコさせる、という形で、ほぼちょっと雑な時間ですけども、授業90分の授業をこう学生をいかに寝させないかっていうことってすごく重要なんですね。でもちろん面白い話とかすごく役に立つ話も大事ですし、あとはやっぱりその聞く側のといいますか学生側のやっぱりこういいノートを取るっていうのは先生の板書をただ写すだけじゃなくて、この先生は何を言ってるのかなっていうことを自分の持ってる紙とにこう文字とか絵とか図をこうきれいに整理してまとめるっていう力、グラフィックレコーディングを書くという力は実はすごく教育の分野で今すごく流行っているといいますか、すごく使われてきています。で、まあ、こういった場所でもグラフィックレコーディングは当たり前にやっぱり使われているんだなということを感じつつもですね、ただじゃあ教育の現場でグラフィックレコーディングをどういうふうに取り入れたのかというと、そのヒントって実は海外の10年ぐらい前から海外のカンファレンス、海外の国際会議等で、いろんなディスカッションをするときにはやっぱりグラフィックレコーダーの人が横に行って一生懸命その会話を、書いて、絵に描いて文字に書いて、会議が終わった後にはそれが貼り出されるという、まあ、そういうことをこう学んだ上で日本でもそれを取り入れる人たちがすごく増えてきたなというところの中で、やっぱりこう世の中の動きの中でそれが当たり前にこう認知されていくってやっぱり10年ぐらい時間かかるなとも改めて思ったところではあります。今日は板橋男女平等フォーラムという形で、いわゆるジェンダーの話がテーマになってきつつも、多分こういった場所ではそういった専門家の方々もいらっしゃる来られているとは思うんですが、僕は先ほどご紹介いただいた通り専門はもともと地図学とか地理学なんですね。なのでちょっと遠いというんですか、専門の分野でいうとちょっと遠いんですけども、ただこの10年間いろんな人たちといろんな地図を作ってきまして、そこにやっぱりジェンダーというキーワードも含めていろんな人たちと地図を作ることの重要性ということを学びました。でそれが役に立つ場として災害が起きた時の被災地であったり、それを被災地を支えるための地図作りというものも含めて関わってきたということで、今日、多くは前半の方は古橋って一体何者なのかという話、そして、僕が経験したことも含めて、じゃあこういった地図作り、防災・減災というキーワードの中で、まあ、男女を、まあ、共同参画という言葉があったり、ジェンダーという言葉があったり、まあ、いろんな形でこう性別によっていろいろなアプローチもあれば、一緒にできることもあったり、まあ、いろんなことで、僕らが取り組んできた中でうまくいったこともあるし、まあ、もちろんうまくいかなかったこともありますので、そのあたりをこう我々からも事例として皆さんに共有させていただいて、あ、こういう話って実は自分たちのこの話につながるなみたいなことをこう見つけていただけると嬉しいなというふうには思っております。で、この話をいただいたのは確か半年前ぐらいだったと思うんですが、まあ、12月ぐらい少しずつこう今日のプレゼンテーションの資料を作っていった、まあ、お正月本当に元旦の日に、大きな地震が能登半島で起きまして、まさにもうそれから連日ですね、僕も遠隔で被災地の支援をさせていただいています。改めて多くの方が亡くなられたということも含めて、心から見舞い申し上げる
とともにですね、やはりこういった災害がいつまたこの場所、まあ、東京板橋も含めてですね、どこで何が起きるかってやっぱりなかなかわからないというのが、まあ、我々人類が、まあ、持つ大きな課題でもあるわけですので、今日の話が少しでも皆さんの次のステップでこの板橋という町が少しでもまた安全で安心な町づくりに少しでも関わることができると嬉しいなというふうにも思っております。でですね、お前何者なのかっていうところですね、古橋、ここで偉そうに喋っているけれど、何喋るのかこいつはというところです。青山学院大学、おかげさまで今年も駅伝でありがとうございます、勝たせていただきまして、原監督、駅伝の原監督も実は同僚になりまして、うちの地球社会共生学部で一緒に教えています。原先生も実は原監督も授業を持っているんです。リーダーシップ論という授業を持っていて、学生たちにリーダーシップとは何かみたいなことを教えているんですが、僕らが所属している原監督とか、まあ、いろんな先生たちと一緒にやって地球社会共生学部というのは、うちの学部自体は今の日本人の学生を海外にこう送り出す、いわゆる留学前提の学部です。でその中でも、うちはどちらかというといわゆる先進国に送り込まないで、途上国新興国に半年間、まあ、送り込んで、タフな生活を送って日本に帰ってくるという、そういうカリキュラムを組んでいます。で、そういう意味ですと、今、大体タイとかマレーシア、あと駅伝の学生は、ニュージーランドとかで、がっつり 走れるしみたいなところも含めていろんなところにこう送り込んではいるんですけども、いずれにしてもですね、今世界中で、まだまだ例えばインフラが整っていない、地図がもちろん整備されていないところもあったりします。そういったところにこう学生を送り込んでも、まあ、へこたれないような教育で、へこたれないためにこういうスキル、こういうノウハウがあると、じゃあ地図なかったら自分で作ることができる、それはじゃあ自分でもうドローン持っててドローン飛ばせば地図作れるじゃないかみたいな、そういうことも含めてですね、自分たちでできるものを増やして海外でタフに元気に生きて、でまた帰ってこれる、まあ、そういう学生を育てております。今日の話、なんとなくこいつがやってること面白いなとかですね、あとやっぱり災害時こいつが言ってることって結構役に立つから、ちょっとツイッターとかフォローしてみようかなって、 SNS で情報をキャッチアップし合おうかなと思ったら、この顔とですね、まあ、この QR コード後でまた出てきますので、こうスマホとかでスキャンしていただいてですね、ツイッターとかフォローしていただければ、普段古橋がどんなことを、まあ、例えば今、能登半島地震でどんなことやってるのかっていうことが、まあ、リアルタイムに近い形で情報発信しておりますので、ご興味があれば、後で、アクセスしてみてください。で、まず、まあ、古橋の自己紹介も含めてですが、地図屋です。なのでいろんな地図を今まで作ってき、ました。で、まあ、伝統的な地図ももちろん作ってきました。で僕は昭和生まれなので紙地図の世代も知ってますし、今はだんだんデジタルになってきているわけですけども、今の地図作りそのものもやっぱり新しい技術がどんどんやってきていて、地図作りそのもののやり方も変わってきています。ですので、まあ、昔はいわゆる測量、三脚立てて、測量機、まあ、今だとトータルステーションとかですね、まあ、いろんな機材を使うこともやるんですが、やっぱり能登半島の地震なんかも含めてですね、今もうドローンが当たり前に空を飛ぶ時代になってきています。まあ、ドローンが空を飛ぶことによって、まあ、いろんなことができるんですけども、その一つに地図を作ることのできるドローンというものが存在しています。で、まあ、こういった技術、新しい技術を使って地図を作るということを世の中に、まあ、知ってもらって、実際それを使ってやってみるということを、まあ、授業の中でも学生と一緒に取り組んでいます。今日持ってきてるんですけど、僕らが一番、まあ、僕ら持ってる一番大きいのはこれです。このぐらいサイズですね、はい、結構幅2メートルぐらいの大きいものです。でこれ、これ青山学院大学の相模原キャンパスっていう、青山じゃない、渋谷の方じゃないキャンパスで、僕ら の研究室があるんですけども、そこで、飛ばした時の写真です。YouTube でも公開しているので、よければ後で見てみてください。でですね、その時に大体これ相模原キャンパス、上空大体100メートルぐらいの高さで、ドローンでバーッと10分ぐらいの飛行です。10
10分ぐらいでキャンパス全域も移動で撮影して、その写真から3次元のデータを作ったのがこれになります。なのでつぶつぶ感があるのは、つぶつぶ一つ一つが3次元の点のデータで、そこに色がついているという形で、まあ、チェペルがあったりですね、割と最近ドラマでも使われているすごい綺麗なキャンパスなので、もし皆さん相模原の方に来たら、お立ち寄りいただければというふうに思っておりますが、こういった3次元の点のデータをじゃあもっと使いやすくしようとか、例えば最近子どもたちの中では流行ってるのはマインクラフトという、こう、3次元空間でいろんなものを作ったり壊したりっていうのを遊ぶゲームがあったりするんですけども、そういったものに展開できるような形での3次元のこう、立方体に変換してちょっと高さごとに色をつけてると見てるとどうなるかな、まあ、こういったことをいろいろやってます。でこういったデータを作ることもできる、つまり今のドローンって空飛ぶと3次元の地上のデータが割と簡単に入手可能になってくる、そんな時代になっています。で、これ実は左上ちょっと多分ほぼ見えないと思うんですけども、こういう技術を誰と一緒にやってるのかというと、もちろん学生とか共同研究者の人たちと一緒にやってるだけではなくて、例えば国連とかですね、こういった技術が世界中で当たり前に使われる技術であって、でこれからこうなってくるね、じゃあこういった技術って国連のこういう仕事だったらどういうふうに使うのか、まあ、そういったことも含めてですね、新しい技術、新しい地図作りとは何か、その地図を使って何ができるのか、世の中をどう良くしていくのかということを、学生と、いろいろな、まあ、連携する方々と、一緒に社会実装していくというのが我々が取り組んでいるものになります。ですので、その一つが防災とか減災というアプローチであったり、あとはバリアフリーというキーワードであったり、もちろんジェンダーも含めてですね、さまざまな人たちが実は地図ってすごく使うんですね。なので、今日は地図の専門家の話って聞くの珍しいなと思って聞いていただきつつ、こんなことに地図って今使えるようになってるのかというところをぜひ見つけていただければなというふうに思ってます。ですので、僕は青学にいながらもですね、いろんな団体と本当に連携していろんな仕事をいろんなプロジェクトを一緒にやっています。その一緒に手を組んでる団体のこうアイコンだけでですね、主要なものを載っけるだけでもこのぐらいいます。ここには国連もありますし、 NGO とか日本の NPO とかですね、いろんな団体、まあ、民間企業も含めてありますけども、今日は本当にその中でもいくつかつばみ食いしながらですね、ここの中に表現されているロゴの団体の話も少し入れておりますので、こんなことやってるのかということを見つけていただければと思います。あとですね、地図の話と防災の話結構いっぱい出てくるんですけど、これからお話しする話ことのほとんどはですね、日本だけじゃなくて世界中でできることになってます。で、僕もこの世界、地図の世界に入って、いろんな地図作ってきましたが、デジタルな地図を世界中で作ってきたんですけども、僕が作った地図の、その国のリストをこれスクリーンショットで撮ってきたんですけども、このぐらいの国の地図を今まで作ってきました。今現在ですね、どうも僕は69カ国の地図を作ってきたらしいというところで、本当に国によって課題全然違うんですけども、その国のこういうことを解決するためにこういう地図が必要だよねみたいなことで、本当にいろんな地図を作ってきました。でも多分ここの国の半分以上、多分7割とか8割ぐらいは大体災害です。あの国でこんなこと起きた、大変だ、地図作ろう、そんな感じで、とかあちこち の災害被災地の地図を作ってきたら結果こうなったという形です。はい。で、まあ、今の話を聞いて、あ、なんかフラッシュがやってること面白そうだなと思った時には、この古橋研究室のハッシュタグを検索していただいても、多分我々が普段何やってるのかということをキャッチアップいただけるかなというふうに思っております。はい。という、まあ、これがちょっとフラッシュの自己紹介でもあり、こんなことやってんだなというふうに思っていただければ、なんとなくこの先の話が見えてくるかなというふうに思ってます。で、特に今回その男女共同参画、いわゆるジェンダーという話と地図って何が関係あるのかっていうのは、これちょっと今日の話と後半の方にちょっと取っておきますが、関係ありますので、地図の話聞かされて終わるような話ではなくですね、僕らが地図作ってきた時に毎回この話って実は毎度毎度考えさせられているところですので、
何が関係するのかなっていうのをちょっと想像していただきながら聞いていただければなというふうに思ってます。で、ちょっと質問をさせてください。多分今日この板橋グリーンホールに来られた方、もうここの場所分かってる方はいわゆる脳内地図ですね、メンタルマップがもう出来上がっているので何も地図見なくてここに来られてると思うんですが、多分でも普段こう知らない場所とか初めて行く場所って大体皆さん地図見ていきますよね。で、地図といえば皆さん何使ってますかってちょっと教えていただければと思います。いや、やっぱり紙地図だよねっていう人います。やっぱり紙に印刷して、もしくはこれ国土地理で今5000分の1の紙地図ですけども、紙地図を普段忍ばせて、ありがとうございます、手挙げていただけるとどのぐらいいらっしゃいますかね。はい、ありがとうございます、数名ぐらいです。はい、ありがとうございます。ちなみに僕も昭和の世代なんで、僕地理学を学んだのが1994年からで、その時地理学の学生って何やるのかというと、今週末ここにフィールドワークに行くっていうと、新宿の金の国屋とかにですね、紙2万5000分の1の紙地図を買ってですね、もう前日の夜までそれをこう全部折りたたむっていう作業をするんですけども、これきれいに折りたたむノウハウって実はすごく大事なんですけども、で事前にどうこうどう歩くかっていうルートも全部ここに書いてですね、持ち歩くっていうのを僕は90年代やっていきました。で、多分ですね、だんだんとやっぱりスマホとかパソコンとかで地図見れるようになってきてですから、普段いや、やっぱ Google マップ使ってますっていう人今日いらっしゃる。おお、多いです、ありがとうございます。ですよねっていう、圧倒的にやっぱり Google マップ使う人がすごく増えて、今もう8割ぐらいですかね。はい、ありがとうございます。いや、やっぱり iPhone ユーザーだから Apple マップ使ってるって方いらっしゃいます。あ、ちょこちょこ、あ、でもこれ紙地図といいでしょって感じですかね。やっぱり圧倒的に Google マップです。こう普段 Google とかいろいろやり取りしてるんですけども、ちなみにこれ学生だとGoogle マップと Apple マップが半々ぐらいに分かれるんですけど、今日の会場の方はほぼほぼ Google マップですね。いや、やっぱり日本だったら Yahoo だろって、 Yahoo マップを使ってる人あれですね。そうですね。じゃあ、あれなんです、今日の会場の方々はほぼほぼ Google マップがメインというところで、そのイメージが分かりましたが、時代がやっぱりこの20年ぐらいで地図は紙地図からデジタルにどんどん移行されてきていて、そういう意味で言うと、もう本当に今日あそこに行こうといった時に事前に紙地図を用意することもほぼなくなってきていますし、まあちょっと前までやっぱりそれを印刷して手に持っておきたいってこともあったと思うんですけども、もう今やっぱりスマホの電池さえバッテリーさえ、ちゃんと持てば大丈夫だよねというところで、まああとインターネットにつながればもう、道に迷わなくなった。Google マップ作ったいろんな人たちともあったり、いろんなディスカッションをしてきたんですけども、その中で Google マップ、Google Earth を作ったビリーという人がいて、彼が Google 辞めた後に本を書いたんですけども、我々が作った Google マップ、Google Earth によって世界中の人たちが迷わなくなったという、まあ、そういう本を書いたことは確かにやっぱり新しい技術が人を迷わさなくなったなということはすごくこの20年間肌で感じているところです。で、ここから今日の話のミソですね。いろんな地図を多分今まで皆さん使われてきていて、普段当たり前に使っているわけですけども、それを地図って誰が作ってますかというと、実は結構今これが変わってきているんですね。なので地図の使う側も変わってるんですけども、この地図を作る側の人たちがすごく変わってきています。で、これも大体よく学生とかに質問すると、いや、やっぱり日本の地図は国土地理でしょという人もいるし、いやいやいや、やっぱり前輪って会社があってねとかで、多分それこそ行政のいろんなこう男女共同参画もそうですし、福祉の分野でも災害防災の分野でもいろんな地図が出てくると思うんですけど、それはものによっては国土地理から提供されてきたり、もしくは前輪の住宅地図使ってきたりとかですね、あと先ほどの Google マップ、今 Google マップは2019年までは前輪のデータ地図を使ってたんですけども、2019年から実は Google は自分自身で地図を作るようになっています。
でその Google そのものも地図を作る組織に今変わりました。という形で、こういうこういわゆる国であったり、まあ、大きな民間企業が地図を作るというのが、まあ、今の当たり前の時代といいますか、当たり前の、地図作りなんじゃないのって多分思われてるんです。で、そうじゃないんですよって話です。僕らはこの大きな動きを地図の民主化というふうに呼んでます。で、民主化というのはいわゆる民主主義、その投票、まあ代表的にはやっぱりこう、日本は代表民主制という形でこう投票に行って議員を選んで、その議員が市議会、都議会、国会も含めて我々の代弁者としてこの世の中の仕組みであったり大きなルールを作っていったりということをやっていくわけですけども、やっぱりその主権誰が決めてるのかっていうと、こう我々日本なら日本の全ての人たちが自分自身で政治世の中の動きを決めることのできる民主主義があるわけですね。で、地図も今までは国が行政が大企業が上から地図を作るっていう時代だったものが、今地図の民主化と呼ばれるボトムアップで草の根で自分たちから地図を発信する、地図を作っていくという時代に変わってきています。僕らが2008年からチャレンジした活動をちょっと映像で見ていただきます。ちょっと音がマイクで拾いながらなんですけども、これ何かというとですね、僕ら2008年から、正確に2004年からなんですけども、僕はジョインしたのが2008年なんですけども、今から16年前ですね、はい、これイギリスのとある町からずっとこう拡大して、まあ、宿舎が変わってきて、今イギリスの南部フランスが出てきています。今ヨーロッパ全体が出てきていますが、白く光ってます。白く光ってる瞬間っていうのは、誰かが地図の情報、例えば道路だとか建物の形、海岸線とか鉄道とかですね、地図の要素を編集して入力した瞬間を白く光ってます。で、これ1年間早回しで1月から12月まで早回しで今見ているんですけど、世界中チカ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 光っていると思います。で、これ何かっていうと、これオープンストリートマップというみんなでインターネットを使って世界中の人たちが世界地図を一斉に編集している、その作業の状態を1年間早回してみると、これインドがこれで光ります。インド光りました。これインド人が入力したんじゃなくて、オランダの地図会社が持ってた古いインドの地図を僕らに提供してくれたりしています。アメリカは実はアメリカの政府が整備していた地図を、僕らがもらってそれを埋め込んだり、面的にピカッと光ってるのは実はすでにある程度整備されている地図をもらう場合もあるし、そうじゃなければチカ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 光ってるのは一人一人個々人が自分の住んでる場所、自分の興味のある場所の地図をただ書き込んで、それを自分に留めておかないでみんなに共有する、それをわーっとやっていくと実は世界地図作れるんじゃないのっていうのを、実は2004年にイギリス人の大学院生スティーブ・コーストという、 もう学生がですね、そういう仕組みを作って、それが4年後2008年に今みたいに世界中に広がって、僕もそこに参加して、で、そこからまたさらに時間が経って、今その地図が当たり前に世界中で使われていて、まさに能登半島の地震でも今この地図が使われています。ですので今地図は国から大きな会社から降りてくる地図だけではなくて、我々自身が自分たちで地図を作る、そういう時代がやってきています。まあ、それを僕らは地図の民主化というふうに呼んでいますけども、みんなで作る世界地図プロジェクトとしてのオープンストリートマップがこの世の中にじわじわと浸透してきています。で、本当って皆さん思われるんです。さっき聞くと、やっかみ地図だったり Google マップだったり Apple マップだったり、Yahoo 地図だったり使ってるし、オープンスマップ使ってないじゃないかと言われるわけですね。
この中の何人かの人たちはやってますよね。ポケモン GO をやってる方、恥ずかしがらずに、なかなか手が上がらないです。逆にやったことない方って、じゃあ結構手が上がりますね。結構やってないです。本当ですか。僕地元でポケモン GO やるとですね、今若い人じゃなくて、結構地元 の、 おばあちゃんとかですね、高齢者の方が一生懸命高齢とかでやっていたりするんですけども、ポケモン GO、未だに人気がありますが、これやってことない方のために説明するとですね、ポケモン GO の、ゲームをスマホにインストールすると地図が出てくるんですね。で、自分がここに立ってて、で、その地図の上にポケモンのいわゆるモンスターがボコボコって出てきて、それを捕まえるっていう、そういうなんです。実空間の地図に、スマホの画面上にはポケモンが出てくる。で、自分はそこに行って歩いていって捕まえるっていう、そういうゲームです。地図使ったんですね。で、ポケモン GO の、メニューをいろいろいじるとですね、このライセンスの表記のページに行くんですけども、この地図誰作ってるんですかって見てみるとですね、ここにこう書いてある、オープンスイートマップってこう書いてあるんです。つまりポケモン GO をやってる人は無意識のうちに僕らの地図も使ってるんです。で、今これ位置情報ゲームすごく今流行っています。ポケモン GO だけではなくて、去年ですとムーミンムーブっていう、ムーミンの位置情報ゲームも出てきましたし、ちょっと前までからもやってますが、いわゆるジュラシックワールド、ジュラシックパークとか、恐竜が地図上に出てきたりとかですね、あと去年これ出てきたモンスターハンター、これは結構学生たちに人気のものですけど、やっぱりモンスターが出てきてそれと戦うみたいな形で、いろんな位置情報ゲーム、地図を使ったゲームっていうのは今いろんな種類があるんですけども、そのほとんどは実はオープンストリートマップを使っています。なのでこれゲームやってる人たちは地図が誰が作ってるかって気にしないんで、ですが、実はそれを支えているのが我々だったりします。 SNS やってる方の中では結構 Facebook 使ってる人もいると思います。 Facebook という、SNS は、人と人がつながるだけではなくて、その中で場所の情報、チェックポイント、チェックインっていう、そのここに来ましたよってこととか、ここでこういうことやって、逆にイベント情報とかも含めて、そのいろんな施設とかの情報、もちろん青山学院大学の Facebook のページもあったりするんですけども、あります。で、これちょうどこの場所の板橋区立グリーンホールの Facebook のページ、こんな感じになっていて、いろんな情報、グリーンホールでやってるイベントとかの情報とかがここでコミュニケーションされてるんですけども、ここに地図があるんですね。グリーンホールここにありますよ。で、この地図をクリックするんですね、ポチって。で、そうするとこうグリーンホールここにありますよというのが拡大して出てくる。地図、誰が作ってるのかって、だいたい地図の画面の右下とか左下に作ってる人の名前とかがあるんですけども、その情報をポチって開くと、ここにちっちゃいですね、オープンスマップですって出てくるんです。ここまで見ないとオープンスマップって作られてるって気づかれないんですけど、僕らそれでいいと思ってて、僕らが作った地図が当たり前に使われるようになってます。アマゾン、よく、インターネットで物を買った時に物を届けられる、物流も握っている会社ですし、あとは、インターネット上でいろいろなこうサーバーシステムも含めてですね、彼らは裏側で結構地図を使っています。地図サービスそのものも Google マップみたいな地図サービスも実はやってます。これはビジネス用となんですけども、アマゾンの地図サービスのメインはオープンスレマップだったりします。今年の4月にうちの研究室から一人 Amazon に就職決まりまして、卒業しても結局お前は地図使うのかみたいな感じになっていますが、さっき Yahoo 地図使ってるって方もいましたね。Yahoo 地図、日本国内は全員の地図データと、組み合わせて使ってるんですけども、画面の右下のところを見ていただくと、これもオープンストリートマップも使ってます。最近だとですね、これからどんどん3次元化していくときに、これからの Yahoo マップのこう地図の中に木がニョキニョキ生えてきたりするんですけども、その地図で木のデータなんかは、ゼミのデータだけではなくて、オープンスマップからこうデータを引っ張ってきたりしています。なので、実は Yahoo
地図使ってる方も僕らの地図データの一部を、見てるんじゃないかなと思います。さっきアップルマップあまり使ってる方少なかったんですけども、アップルマップもですね、見てみるとですね、ちっちゃくオープンスマップ使ってますよ。アップルマップは日本国内はジオテクノロジーズさんの地図とオープンスマップがちょっと混ざっているような状態なんですが、いずれにしても僕らの地図はこんな感じでほぼ存在に気づかれないんですけども、 Google 以外のさまざまな地図サービスの中にこう浸透している、まあ、そういう状態になっています。あくまで僕らはボランタリーに誰もが地図を作ることのできるプラットフォームとしてのオープンするマップをみんなで更新しているだけなんですけども、このデータが実は当たり前に地図を使う世の中に理解されて地図の民主化と呼ばれているような、誰でもこの地図作りに参加できて誰でもその地図を自由に使える、その自由にの一つがゲームであるかもしれないし、その SNS かもしれないし、もしくはもっと一般的なナビゲーションかもしれないし、いろんな目的に使える地図があるわけですけども、その地図は今は実はかなり一市民といいますか、僕も含めて世界中の名もないといいますか、地図ボランティアに支えられている、それがオープンストリートマップになります。ちょっとこの10年ぐらい、2007年から2019年までの僕らの地図作りのまた映像をちょっとこの日本目線でちょっと見てみましょう。これ今アジア全体をちょっと見て、東アジア見てるんですけども、日本は右下に年が書いてあるんですけど、2010年以降ですね、一気にデータが整理されてるの分かると思います。なので結構この地図オープンスマップのコミュニティは日本はかなり先行してました。で今全体で見てみますが、この瞬間ですね、今パーッと日本全国開く光って2011年、僕らのオープンスマップは日本中に広がりを見せました。つまり東日本大震災の後に僕らの地図が非常に大事だということにみんなに気づいてもらったんですね。で2000、これまた東京中心部でやってますが、まあ今でも毎日日々誰かが我々が提供しているオープンスマップのデータを板橋も含めて誰かが更新し続けてくれている、この地図データがさっき言ったポケモン GO だったりいろんな地図サービスに提供されていく、そんな仕掛けで、今の映像から分かるとですね、僕らは最初は防災とか減災、正直全然専門家でもなくて、ただ地図が好きで、ただ地図が世の中に役に立つといいなという意味で作ってたんですけど、やってみた時に2011年に役に立つ、それが災害時こういった地図が必要なんだということをいろんな方々から聞いて、で一緒に地図作りなり僕らから情報を提供するネットワークがすごく広がったというのが2011年以降の話です。っていう形で、ちょっと災害の話にだんだんシフトしていきます。どういうふうに地図って災害時に役に立つのかという話をちょこっとだけして今日の本題に移っていきます。僕らは地図をいろいろ作ってきた中で、その災害時に地図が大事であるということと、それをやっぱりボランタリーみんなで一緒に地図を作る技術がもうあるので、それを使って情報を提供することによって被災地に必要な地図を素早く提供することができるんじゃないかと、こういう考え方を、クライシスマッピングというふうに呼んだり、あとはボランタリーの地図情報、英語だとボランティアルジオグラフィックインフォメーションの VGI という言葉もあったりするんですが、これは言葉を覚えるのは大事ではなくて、重要なのはみんなで地図を作ることは実は、災害時にものすごく威力を発揮するということを僕らは学びました。で実はそれを一番学んだのが東日本大震災の1年前の2010年、
もう覚えてられる方も減ってきたかなというふうに思うんですが、2010年の1月12日、中南米のハイチという国で大きな地震が起きて20万人から30万人の方が亡くなられたというふうに言われている首都直下型の大震災があった時の我々の活動の様子です。画面の左下のところに1月の9日から25日までのこう時間が刻んであるので、まあ、そこも参考にしていただければと思うんですが、ちょっと再生してみます。ぐーっと動いていて、今10日11日12日に直下地震、首都直下地震が起きた。今赤く光ったのが地震が起きたところです。で今見ていただくと分かるんですけども、地震が起きた後に白く光り始めてるんですね。つまり普段地震が起きる前は あんまり地図が更新されてなかったんですけども、地震が起きて世界中の人たちがハイチでものすごい悲惨なことが起きていて、現地で活動するにも地図が必要なのに地図ないじゃんと言ってみんなで一斉に作り始めたのがこの映像です。でブルーで光っているのは実は避難所の場所です。ハイチは日本と違ってやっぱ日本だと大体小中学校が避難所で指定されていて、で何があったら大体そこに行くわけですけども、でもハイチはそうではなくて、そういうことも決まってないので、あちこちに避難所ができたんです。でも今の能登半島もそうですよね。結局、まあ、避難所に来られる方もいれば自宅の近くの横にあるビニールハウスで避難されている方もいたりで、やっぱり全ての人が全てのこう公設の避難所に来るわけではなくて、避難所ってこう自宅で避難される方もその近くの、まあ、広場だったり、その今回でいう、ビニールハウスのような建物であったりも含めてですね、いろんなところに避難されるわけです。で僕らはそれを人工衛星、これ NASA とか当時 Google とかJAXA からもデータ提供してもらいましたけども、衛星画像をもらって空から地震が起きた後ここに人が集まっててテントできてるっていうのを見つけて、そこをピンをどんどん打っていったのを色付けしたのが青く光ってるところです。で僕らは普段こうみんなで地図作りを一生懸命やってたんですけども、ハイチの時に、ハイチのその被災地の地図使えるのかって見たらこんな状態だったんです。すっかすかです。これが地震の起きる前のハイチの首都ポルトプランスの我々のオープンスリートマップの地図データです。いやそう言っても Google とか当時 Yahoo とかあるだろう、大体 Google もっと広かったぐらいって全然データがデジタルの地図はほぼなかったです。でなので、あじゃあ僕が作ろうということで、当時2000人ぐらいの地図ボランティアの人たちが集まってオンラインです。集まってても現地に行くわけではなくて、オンラインでハイチの地図を一斉に更新するぞっつってわーっと更新して、数日経ったらこうなったっていう感じです。これが、まあ、僕が初めて自分たちが作ってきた地図が役に立つんだって実感した瞬間ですね。これをボランティアでよく知らない外国人の人たちと英語でやり取りしながらも、わっと地図を作って更新して、でそれを現地で活動する各国の赤十字のチームであったり、国境なき師団という医療チームであったり、国連の職員であったり、そういった人たちが現場で活動する時のベースとしての地図、ベースマップとして使ってもらったという形です。あとさっき の青い点、実はこういうこうテントアイコン、テントのマークを置いてってですね、これ右下にこれ上から見るとその避難所になってたところとこんな風に映ってたんですけども、こうテントがゴシゴシゴシってあって、ここに何針ぐらいテントがあって大体何人ぐらいいそうかっていうのを大体概算で数字を入れて、それをこの地図の中にデータベースとして入力して、国連の人たちとかそこに食料とか医療物質物資を運び込む、そういったこう、いわゆるこうロジスティクス、そのどのぐらいこう物流のネットワークがあんまり機能してない中でもどこにどのぐらいのものを送ったらいいのかということを考えないといけない。これまさに今の能登半島地震もここで道路を通行、まあ、通れない、でここに孤立しているところがあって、どこにどのぐらいの量をどうやって運ぶのかっていうことってやっぱり地図の上で考えないとなかなかうまくいかないんですね。そういったところことを支えるための地図としても僕ら、さまざまな情報をもとに、まさに衛星画像データも送ってもらいました。現地、僕は初めてこの時アメリカ軍の軍事用のドローンが撮影した被災地の様子の写真も使わせてもらった記憶が残ってます。右下の紙地図もやっぱり大事で、当時 CIA ですね、なんかそれまでハリウッドの映画で出てくる組織が、から
あの古い紙地図が、ハイチの紙地図があるから使っていいよって許可をもらってですね、僕らそれをもとに道路の名前とかも入力していったりするんですね。で、あとは、これドイツの国際赤十字、あ、ドイツの赤十字の人たちは自分、あの赤十字の隊員が自分たちでこう GPS を持ち歩いて、ここどこの道を通ったかっていうのを全部データで送ってもらったので、この人たちが通ったところは道であるみたいなことも含めてですね、さまざまな情報をこうかき集めて、その情報をもとに地図を作るっていうことをやりました。で、これが2010年の時で、このやり方はいずれ日本で何か大きな災害が起きた時に役に立つなと思って、クライシスマッピングの仕組みなりそのやり方を学び始めた翌年、東日本大震災が起きました。で、先ほどのように我々はじゃあハイチで学んだこと 100% できないかもしれないけど、本当に海外の人たちも含めていろんな人たちが手伝ってくれて、被災地の地図をひたすら更新していくということと、あとは当時その現場で何が起きているのかということを、いわゆる SNS ですね、これは、当時ツイッター、まあ、今 X と呼ばれてますけども、ツイッターの情報を地図の上に乗っけることによって、本当に最初の頃はここの場所にこのぐらい避難してますよみたいな、避難されている方の人数だったり場所だったりっていう情報が送られてきたり、あとになってくるとだんだんここに例えば仮設のお風呂ができましたよとか、入れますよとか、そういう情報がやってくるんですけども、やっぱりそのどこに何が起きていて、まあ、そこに時間も乗ってくるわけですけども、こういった情報を、まあ、速やかに情報として共有しておくことによって、届けられる情報を届けられる人たちが出てくるというのが、僕らが東日本で、まあ、大震災で学んだことであって、で2013年そこからまた2年後ですね、伊豆大島、で土砂災害起きました。昨年に2023年は実はこの土砂災害から10年、経ったんですけども、この時もですね、被災地の地図、実は当時の伊豆大島ってデジタル地図があんまりなくてですね、 Google マップもスカスカな状態でした。今は良くなったんですけども、なので出雲島の人たちは実は僕ら普段の観光の地図として、この土砂災害が起きる前に僕ら現地 の観光協会の人たちと一緒に地図オープンスマップをすごく更新してた、たまたまそういった実績があったんですね。でその後で土砂災害が起きました。でこの地図、土砂災害が起きたその日のうちにこれが世界中に発信できました。このぐらいの速さで今地図って更新できるんです。ちょっと前まで紙地図ってもう印刷したらそれで更新止まっちゃいますし、 Google マップっても新しくなるって実はすごく時間かかるんですね。でも僕らが持ってるのは地図は実は今街が大きく変わりました、それをすぐに反映できるというのが僕らの強みです。実際にこれは本当にこの茶色い土砂災害のあったエリア、僕カチカチ入力したことを今でも覚えてますけども、これ国土地理院とか、あとアジア高速という民間会社からも情報をもらったりとかですね、あと当時 Google からもいろいろ情報をもらったんですけども、いずれにしてもこれをとにかく速やかに更新して現地で活動されている方々がより、まあ、作業をしやすくする状況を把握してもらうために提供しました。で僕らデジタルで作業やってるんですけども、やっぱり地元の方々に見てもらうために観光協会の壁にこう大きく印刷してですね、こう貼り出すみたいな形で、こうコンピューター持ってない方にも僕らの地図が見つけられるような形、理解してもらえると、今被災地どうなってんだっていうこと、実は本当に地元の人たちでもちょっと土砂災害の場所からずれちゃったところに住まれてる方は普段通りの生活してるんですけども、ちょっと一歩道路を挟んだところからはもう家が全くなくなっちゃうという、そういう状況を地図に載せていくことがすごく重要になってきたりします。あと、これはその毎年いろんな災害が起きていて、そのために僕は地図作っているんです。これ同じ年ですね、2013年、フィリピンで大きな台風が襲って、そのフィリピンの被害状況、これ日本の政府が、結構日本人の方が多くフィリピンに住んでるので、日本語でフィリピンの台風の被害こうなってますよという地図を日本の政府が作った時の背景の地図は僕らの地図が使われた、そういう形です。なので僕らが全ての地図を作ってるわけではなくて、僕らの地図はいろんな形で使えるので、僕らの地図の上に必要な情報をどん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 マッピングすることができる。これは2014年に、エボラ出血熱っていう、これも結構メディアでもニュースでも出てきた、アフリカの西側ですね、の国で
本当に死に至る感染症が広がっていったそのエリアの地図を作ってほしいというのは、これ WHO とかですね、現場に行く医療機関の人たちがどこに人が住んでるか分かんないから、やっぱり建物がどこに人が住んでるかを分かる地図作ってって言われて、みんなでこれうわっとこれモンロビアっていう街の建物をとにかく入れるぞっていうのが入れて作ると、圧倒的にここに人が住んでるんですね。この人たちをじゃあどうするのかとかですね、どこに診療所を作ればいいのか、こういう判断をしていく時の地図がやっぱり重要になってくるわけです。ネパールの地震の時も2005年、2015年です、ほぼ毎年何かしらあるんですけども、左側が地震が起きる前のこれカトマンズで、地震が起きた後のカトマンズのオープンするのこんな形で、もう本当にこの時で9000人ぐらいですかね、地図ボランティアの人たちが手伝ってくれて入力してきました。熊本の地震が2016年ですね、益城町の地図、建物データも整理されてなかったエリアを、これほぼ一晩で、これ200人、300人ぐらいの人たちに手伝ってもらって地図更新もしましたし、国土地理院から送られてきた航空写真を本当に更新する、こんな形で今地図の更新そのものは情報があってそれを入力する人たちいれば、割と比較的早く素早く地図を更新することができるので、ここ実際にはこの土砂災害によってここを鉄道を走ってたんですけど、鉄道と国道がもう断絶、完全に使えなくなって、ここに橋もあったんですけど、橋も落橋しちゃっているという形で、地図上にこの通れないということを反映させるのを素早くやらないと、現場で当時も覚えてますけど、熊本に支援に行った人たちが Google マップ使うんです、ナビゲーションで。でここ行きたいって言うんですけど、 Google マップの地図ってまだそこに道路が通ってる、鉄道が通ってること前提でナビするので、いや無理ですよ、現実そこに行って行き止め、通行止めでまた別のルートをそこから探さないといけないということになります。でいずれにしても、僕らの地図は素早く更新する、みんなの力で素早く更新することができる、それを災害の被災地に提供することによって現場で必要な地図、もしくはそこに支援する組織が必要とする地図、いろんな地図が僕ら提供することができるようになってきました。でちょっとだけ、多分大体もうすぐ1時間ぐらい経っちゃうんですけども、ここに新しい技術としてのドローンの技術を使うとどうなるかというのをちょっと映像で見ていきます。そこにはいつも頼れる地図が、もしも大きな自然災害が起きた2013年の地図が手に入らなかったらどうするだろうか。そもそも地図がなかったら、我々は世界中のあちこちでこのような計画をしてきた。ハイチ、東日本大震災、ネパール、そしてその反省をもとに新たな計画を立ち上げる災害ドローン救援隊。今僕らやってるのはドローンバードというプロジェクト、その計画を見てほしい。空撮用ドローン、万が一人や建物に当たっても被害のない小型軽用の無人飛行機が現場に急行して撮影する 3D プリンター。撮影中に壊れたパーツや新たに設計されたドローンは自分たちの力で作る。 3D プリンターやレーザー加工機など最新のデジタルファブリケーション機器でそれを実現する。フランシス・マッティ、現場に急行したドローンが送ってきた画像をもとに最新の情報を地図に反映させる。この地図は世界中にネット配信されるほど紙地図として自由に印刷し誰にでも配ることができる。ドローンバード基地、今説明しているのがドローンで写真を撮って地図を更新する、僕らはそういった人たちと一緒に連携していくというドローンバード基地、この建物は実は伊豆大島の観光協会の建物を発信している。いろんな人たちとそのデータを元に地図を作れるよね。でまさに伊豆大島で、これが来た時、ちょっとこれ派手に大輪山軽く超えちゃったんですけど、いずれにしてまたいつ噴火するか分かんない火山盗まれてる方々が、いつ噴火してもある程度自分たちのドローンで現場の情報を自分たちのドローンを使って収集することは今技術的にはかなり可能になってきてます。あとは法律をどう守っていくのかという課題もあるんですけども、そういった情報を送ってもらえさえすれば、僕らは世界中の地図ボランティアにそのデータを共有すると、さっきみたいに素早く地図を更新してくれる時代になってきています。
まあ、そのスキル、そのテクニックも本当に日々進化しているので、もうハイチの時と比べると技術的にも、あとはそのボランティアの数もどん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 今膨れ上がってきていますので、まさに能登半島地震に関しても僕らは海外勢と一緒にやってます。でもちろんデジタルで提供する場合もあれば、こう印刷して観光協会の紙に貼り出したりも含めてですね、地図そのものの使い方というのはいろんな人たちのいろんな使い方がありますので、そこにきちんと対応していくことが大事になります。ちょっとこうサンダーバードっぽくしてるっていうところがあるんですけども、いずれにしてもですね、僕らが地図作りをするときに新しい技術を取り入れることによって、今までできなかったようなことを速やかに行うっていう中で、ドローンという技術はまさに有効なツールの一つであって、多分これ写真見ていただくと分かるんですけども、なんかよく知ってるドローンと違うぞみたいな感じもありますが、これ飛行機の羽がついたタイプのドローンを僕らはよく使っています。なんでかっていうと、すごい広い範囲を一気に撮影する、今回のトマトなんかそうなんですけども、そういった時には実はこれ羽のついたドローンが長時間長く広い範囲で飛んだりします。でこれ、さっきのこっちは小田原市のと一緒に飛ばした時の写真ですけども、これ東京の稲城市で飛ばした時ですね。これ稲城市長ですけども、僕ら自治体の災害協定を結んで、災害が起きた時に僕ら勝手に飛ばすわけにはいかないので、協定をすることによって航空法とかいろんな法律があるので、その法律にのっとった形でもある程度機能的に撮影するということで、災害協定をベースに活動しています。実際にドローンを使った撮影に関しても、2019年に結構台風15号19号と大きな台風2回来て、房総半島とか結構東京も含めてですけども、いろいろ広い範囲が被害が大きかった約100平方キロぐらいのエリアの空撮を、僕らのドローンパートの隊員のメンバーと一緒にこう撮影をして、土砂災害の様子、これ相模原市の状態です。これ、千葉県君津市雨被害の様子ですとか、やってました。で、ウクライナ、のようなどちらかというと自然災害というよりも人災ですね、危機的な状況下といういわゆる紛争とか侵略戦争、そういった、政治的な混乱も含めて、そういった現場で何が起きているのかということも、僕ら仲間は何人か実はウクライナにも行ったんですけども、それぞれ、いろんな情報をこう共有してくれていて、あとインターネット上でさまざまな情報が出てくる中で、ドローンの空撮されたデータもやってくると、それをもとにこう分析したりすると、これマリウポリの劇場をドローンで撮影された映像をもとに 3D に3次元データを抽出して、こういった形で被害状況をこう把握する。でこれロシア語の子供たちって書いてあるんですけども、マリウポリってまさに今でもまだロシア軍が占領しているエリアで、ここの劇場に避難されていた一般の市民の方々が爆撃で家内の方が亡くなったっていう、まあ悲劇の場所でもあるんですけども、こういった場所で何が起きているのかということを事実としてきちんと伝えるための術としても、実はこれマッピングで地図で落としていく、そこに必要な情報を収集していくということがすごく重要になってきますし、でだんだんこれがこう人のスケール、ヒューマンスケールに落とし込むと、今の iPhone とかスマートフォンってその家の中すごく狭い閉じられた空間の中でも3次元でこう、スキャニングすることができるんです。これはウクライナの幼稚園の部屋の中の iPhone でそのいかにひどいことが行われていても、子どもたちが生活していた場所がこうなったんだということを 3K のデータで送ってくれたデータになったりします。こういったデータが我々が受け取っている世界に発信するということも含めて、災害だとか戦争紛争も含めて何か危機的な状況が起きたときに、こういった技術が事実を伝える術でもなっていくというところです。で昨年の、トルコシリア地震なんかもそうですけども、僕らこういった活動をずっとやってきている中で、大体もう地図ボランティアがこれスクリーンショット撮っただけで時でも7961人ですけど、結果としては大体1万人ぐらいの地図ボランティアがインターネット上で協力してくれて、トルコシリアの地震の被災地の地図も作って国連のチームに受け渡したりとかですね、
あと現場からやって iPhone でデータを取ってくれて、今こうなってるよってことをこう現場からの情報を発信してもらったりしてます。でその中で能登半島地震が今月本当に団体が起きたわけですけども、今まさに大体もうインターネット上で一番被害が広かった珠洲市から輪島市がずっと南下してもマッピングが大体もう半分以上終わってて7割8割ぐらい終わってるんですけども、被災地のオープンスマップの地図データも今かなり更新が終わった状態になっています、はい。でかつ国土地理も含めてさまざまなデジタルの地図情報がやってきているので、僕ら現地被災地の自治体の方々とやり取りしながらですね、ここ赤く囲われているのがここ崩れた場所なんですけど、ここの例えばこの野球場に仮設住宅建てられるかなっていうようなことでこう地震が起きた後の航空写真とこの被害状況を見ると、ここはもう無理ですよ、今すぐには無理ですよとかですね、そういった判断をすることも地図を用いることで可能になってきます。もう一つこれ、階段沿いにここに仮設住宅できるかなとか、黒いバツ印あるところも、これピンク色の色がかかっているところは、実はこれ津波浸水想定エリアになったりするわけですね。なので、ここの場所は安全かどうかって地図は実はハザードマップというので、ある程度こう推定されているので、ここはリスクはありますよ。あとはそれをどう判断するのかということも含めて、こういった事実を淡々と伝える地図の力というのがあります。これは僕らのオープンスルーマップと国土交通省の道路の復旧状況を地図に重ねることによって、今ここはようやく通れるようになった、まだここ作業中ですということで、これ毎日更新されていくんですけども、こういった情報をもとに、現場で活動されている方、あと今日から一部の自治体は能登半島でも、一般の災害ボランティアも募集が始まりましたけども、現地でこれから入っていく災害ボランティアの人たちにとっても地図が必要で、日経新聞さんなんかのこう地図データの分析なんかもこれよく見るとですね、裏側に僕らの作ったオープンスマップが使われていたりするという形です。で、ここでも、ちょうど1時間ですね入って残り最後の本題に入っていくわけですけども、一個だけ、僕らが作った地図、なんとなく、すごいな、どうやって使ったらいいのって多分思われてる方もいると思いますし、多分この後の話でいろんな目的に使えますよって言った時に、一つ便利なツールとしては、オフライン地図という地図が今あります。先ほど Google マップ手挙げられた方たくさんいたと思うんですけど、Google マップってインターネットないと使えないですよねっていうのが最大の弱点です。オフライン地図っていうのは、これだけじゃないんですけど、インターネットなくても Google マップみたいに地図のナビゲーションできるんですよ。災害が起きた時もそうだし、電波がつながりにくい地下とかですね、建物の中も含めて、これオーガニックマップって僕らオープンスマップの地図を使って、オフラインでインターネットなくてもどこでも地図持ち歩ける地図アプリあるので、もし興味があればぜひ、使ってみて、無料ですので使っていただければと思います。これ被災地にめちゃめちゃ今早くから入られた方々からも感謝お礼のメッセージいただいたりするんですが、これ便利っていうふうに言ってもらってます。はい。で、一旦ちょっとここまでわーっと喋りましたが、今まで古橋何喋ったかというと、自己紹介的に古橋は地図の専門家なんだけど、地図の作り方そのものがもう作り方は今一般市民の人たちが地図を作る時代に変わってきてますよって、地図の民主化が世界中で広がってます。でその地図がどう使われてるのかっていうと、実は災害時にいろんな目的で地図って使われていて、そこに我々の地図も役に立っている。それ以外のもちろん国土地理の地図も税理の地図も Google の地図も役に立ってはいるんですけども、僕らの地図もそこで活躍しているという、そういった状況になってきてますよっていうのがここまでのまとめです。はい。でこっからですね、ようやくジェンダーの話に切り替えていこうかなと思います。古橋のお前の言うことは分かったと。地図が好きで地図やってたらなんか災害に役に立ってきたんだろうって言うんですけど、じゃあジェンダーとどう関わってくるのかというところが今日の一番の大事なところになります。で、オープンスルートマップというコミュニティは今お話した通りで、世界中の人たちとみんなで世界地図作ってきたら世の中に
認められてきて、使われてきて、ゲームでも災害時でも使われてますよ。で、地図作ってる僕らの仲間を紹介するとこんな感じなんです。これが昨年、そらにないか、2022年の、夏に久々にコロナ、まだ日本はまだコロナ明けじゃなかったですけど、これイタリアのミラノで、フィレンツェで久々にリアルで国際会議やった時の集合写真がこれです。僕右下のところ端に手挙げてるのが僕ですね、はい、これが今ご紹介したオープンストリートマップを作っているボランティアマッパーの顔です。こんなメンバーでやってます。で、ちょっと拡大します。あ、僕ここにいます。で、僕の横に女性ですね、インドネシアから来た女性です。布をこう顔にかけてたりしますね。あと後ろにいるのはアフリカ系の女性だったりで、こんなメンバーでやってるんですよ。別の場所拡大すると、これフィリピンの、フェイって女の子なんですけど、学生で、結構白人、アジア系、まあ、黒人系で、年齢も若い人もいれば、結構年配の人も、彼は実は日本にも昔来て、僕が作った T シャツに今でも来てくれてるってすごい仲間いいおじいちゃんですけど、はい。で、真ん中にはネパールとかで、もう本当にいろんな国から来て、みんなで一緒に地図作ってるんですよ。で、これ見ると、オープンするマップって結構いろんな、そのジェンダーだけじゃなくて、人種しかり、年齢しかりですけど、なんか結構いろんな人たちが混ざって作ってんだなっていうのに気づかれると思うんですが、実はここまで来る道のりはそんなに簡単じゃなかったというお話を残り時間でします。で、僕がオープンスマップのコミュニティに入った2008年はカンファレンスやってもほぼ欧米の白人男性、なんかごっつい体のお兄ちゃんたちがいる、そんなコミュニティだったのが今から十数年前のオープンスマップのコミュニティでした。その頃、さっきの写真はもう最近の写真ですけど、今から十数年前のオープンスマップは地図ボランティアの中に女性の地図ボランティア、まあ、マッパーというのは地図を描くボランティアの人たちをマッパーと呼んでるんですけど、女性の人たちがどのぐらいいたでしょうかって推測すると、3パターンちょっとしますね。このぐらいかなってちょっと想像していただく、一番ね、半分、先に言います、半分ぐらいいたんじゃないかなっていうのと、いや 25% ぐらいいたんじゃないか、4人に1人ぐらいいるんじゃない、いやいやいや 10% ぐらいでしょうっていう、半分、4人に1人、10人に1人、それ以下、4択でいきましょうか。今から十数年前、オープンスマップの活動しているボランティアの中で女性の割合が、いや、それでも半分はいたんじゃないのって思う人っておってあります、はい、いや、4分の4人に1人ぐらいじゃないのって思ってるかって、なんとなくそう、なかなか、はい、いや、結構、ああいう質問するんだから、すごい低いんじゃないの、じゃあ10分の1ぐらいかな、ああ、結構ありますね、10分の1ぐらい、いや、もっと低いんじゃないのって思ってる方、ああ、あります、っていう感じですよね、なんとなく。これですね、これ調べた女性がいたんです。答えは 3% でした。当時これアメリカで2013年の時のオープンスマップのアメリカのカンファレンスで、アリサっていう女性が調べた結果です。これは実際にオープンスマップはインターネットでコミュニケーションしているので、メールのやり取りをしている、そのメールの全体から女性が発言したメールの割合を調べたら 3% しか女性はこのコミュニティで発言してないというぐらいジェンダーバランスが最悪なコミュニティだったところから我々スタートしています。で、なんで最悪なのか、当時だからそういう意味でアリサが言ってたのは、このコミュニティ 3% しか女性がいない、これってこんな感じだよねみたいな、会場は大爆笑だったんですけど、
そうだよねみたいな、このマッチョな男性しかいないこの実コミュニティで本当にいいのっていう定義をしたんです。でアリッサはもうそれだけだったら、いや別になんかそれこそ昔地図の読めない女、話の聞かない男みたいな本流行ったし、地図って男性好きなんじゃないのみたいなことも思われると思うんですけども、なんでそれが問題なのかっていうと、例えばアリッサがですね、その地図に入力する情報ってオープンスマップ年々いろんな細かい情報に入力できるようになってるんですけど、どういうふうに情報を整理していくのかって全部ディスカッションして決めてるんです。で最後こういう新しい情報を採用しようよって投票するんです。で例えばこれ近代ガーデン、オープンスマップの中に幼稚園の情報をもっと充実させていこうよという提案を彼女にしました。で例えば具体的にどういうのかっていうと、幼稚園の中でも例えば日本でいうと学童保育みたいに、学校が終わった後その小学生が、勉強幼稚園で勉強したりとかっていうことも含めて、こういった場所で子供を受け入れてるよとか、まあ、いろんなこうチャイルドケアの情報をもっと細かく入力すると絶対使う人いるからとかって提案したんです。でその提案をしてオープンスマップとコミュニティの中で、いやそれいいから採用しようよっていう投票が始まるわけです。でこういう提案をするとですね、当時の彼女の提案はリジェクトされたんです。いやこれはいらないよって言って採用されなかったんです。でこれがジェンダーバランスの悪いコミュニティで起きちゃう、我々の中で起きちゃったんですね。で一方で男性が好きな、例えば、まあ、イギリス人なんかもしょっちゅうパブに行くわけですし、飲み屋の情報とかですね、ナイトクラブの情報とかですね、もう本当にこう男性目線では重要かもしれないさまざまな細かな情報はどんどん採用されていくのに、女性目線なり子育て目線だったり、そういった人たちが提案しても採用されないということが実際我々のコミュニティで起きました。なので、まあ、この時本当にアリサはある意味こう激怒するわけですね。こんなバランス悪いからこういう状況になってんだということで、やっぱり自分たちが必要な情報をきちんと入力してみんなで共有していくために、その議論の場に 3% しか女性がいないっていうコミュニティに問題がある、まあ、こういうのバイアスがすごくかかっている状態というよく言います。まあ、特にバイアスの中で認知バイアスと呼ばれる、まあ、やっぱり男性だけももちろん女性だけでももちろん同じことが起きます。あとは大学にいるとやっぱり学生だけでも起きますし、ここをバランスよくですね、バイアスがなるべくかからないように、バイアスがゼロにするのは難しいですけども、やっぱりある一定の考え方に引っ張られすぎないような形でこのバイアスを極力排除していくため の, そのコミュニティのジェンダーバランスであり人種であり年齢でありさまざまなバイアスの影響を外していくために、やっぱりコミュニティはちゃんと動かないといけないということで、彼女が提案したのがまずやっぱりさっきの 3% っていう象徴的な数字のように、ちゃんとそれが数字で見えるようにしていくわけですね。で可視化するんです。このコミュニティは今このぐらい女性が少ない、でそれをちゃんと分析してどうしたらそれが解決できるのかということで、こういろんな促進策を、これ一つじゃなくていろんなやり方をこう実行していく必要があるという、まあ、彼女のこう結論の結果も含めてですけども、このあたりからオープンスマップのコミュニティの中で女性とか、あとは本当に先進国途上国っていう違いもありますけども、いろんなこうバイアスのかからないバランスのいいこうコミュニティにしようとする流れができてきています。でこれオープンスマップのコミュニティの中でもこう人道支援するチームの中にもこうジェンダーイコリティっていうページも用意されていて、まあ、この中でも、我々は地図を作ったり地図を作るだけじゃなくて、その中に地図を作る女性も増やして、まあ、女性だけじゃなくていわゆるこう、まあ
ノンバイナリーも含めたいろんなこう性別の人たち、あと実際にこう活動している中にちゃんとそのジェンダー問題をはっきり言う雰囲気を作っていくだとか、そこにやっぱりデータを使ってこれだけこう、まあ、バランスのいいというか必要とされている情報をきちんと出してますよ、そこにきちんとジェンダー、その様々な形で女性が関わってる、もしくは女性に、もしくは女性以外の人たちも含めてですけども、いろんなあの情報をきちんと可視化してきちんと情報を出していくということをかなり積極的にやって今でもやっています。で、全部ご紹介すると時間ないんで、あのつまみ食いすると、例えばですね、これ SNS でジオレディスって検索してやると、あのその一例とか見えてくるんですけども、これジオレディスって何かっていうと、その地図を作ってる人たちの中の女性の人たちを主役にした、例えばこうイベントとかですね、をあとディスカッションの場を作ってるということをやってます。これ、南米の、ラテンアメリカのオープンスマップの会議の中で、ジオレディースの地図に関わってる、地図を作ってきた女性たちを集めて、こうやっぱりディスカッションをする場を作ったりとかですね、そこをミートアップとこう、まあ、いわゆるあのコミュニケーションの場とか、あと懇親会みたいなものも含めて、こうかなり意図的にこういった女性たちを集めて、こうその場を設定するとか、主役に立てていくためのいろんな取り組みを、各国だったり、まあ、グローバルでも、さまざまな形で、今でもやってます。これはフィリピンのマッパ・デ・ババエって呼ぶんですかね、タガログ語で、これ地図ガールっていう意味なんですけども、こうさっきのラテンアメリカとか、あの 北米も含めて、これアジアとかいろんな地域で地図を作ってる女性たちが主役になるようなイベント、これジオレディースナイトという形で、これも、まあ懇親会的なものも含めてですね、真面目なディスカッションする場もあれば、すごくこうフランクな、コミュニケーションする場も作ったり、あとそれをコロナの時も結構オンラインのズームで、あのこんな風な活動やってますよみたいなことを世界中の女性たちがこうディスカッションする場みたいなものを設定されていました。で、まあ僕もずっと地図の世界にいる中で、やっぱり男性が偏っているのは日本も変わらずだったんですけども、まあ、幸いなことに僕が所属する、まあ、学部、地球社会共生学部は、70% があの女子学生っていうのが一つ特徴になるので、まあ、結果としてうちの研究室に来る学生も割と女の子が多いです。なので、オープンスマップのコミュニティに、まあ、ガンガン送り込むわけです。うちの学生に、これ去年タイのバンコクでうちのゼミ生が発表してクライシスマッピングの話をするっていうのも、多分他の大学だとやっぱり男子学生が出てきちゃうんですけども、結構まあ意図的にというか、やっぱり女性が出てくる場面をどんどん作ってそこに放り込んでいくっていう形ですね。昨年のバンコクの国際会議の時も、これ最後の、運営チームの集合写真とかを撮ると真ん中にうちのゼミ生の女子チームが集まるみたいな感じで、あの結構やっぱり周りもすごく盛り立ててくれているというところで、まあ、この辺りこうやっぱり機会を作ってあげて、そこに放り込んであげるということも積極的にやってるわけですけども、これ男女関係なくやっぱりフィールドワーク国際会議に、男だけではなくて女性も含めて、一緒に連れていくということをかなり意識的にやっています。まあ、そういう形でやるとやっぱりこう海外勢も含めて大体あの同じような感覚で、参加する人たちも多いので、まあ、さっきのイタリアの写真じゃないですけども、割とこういったことをしぶとくというか、あの根気よく続けていくことによって、まあ、これだけの多様性が、昔は 3% しか女性いないと呼ばれていたオープンスマップのコミュニティは、今では女性とか男性という性別だけではなくて、国、人種、年齢含めてかなりこうミックスされたバランスのいいコミュニティになったというのは、これは偶然ではなくてコミュニティがそういうふうに積極的に動いていったという証拠になります。で、残り10分ちょっとになりましたので、まとめていきますと、これって多分僕ら地図の業界がそうでしたけど、防災コミュニティっても多分同じだと思うんですよね。防災のコミュニティもやっぱり昔からの防災っていわゆるすごくこう消防団消防士的な、立ち位置もすごくよく分かる
ので、すごく男性が活躍することが過去多かったとは思いますけども、やっぱり例えば地域で避難所を運営するときの意思決定しかりですね、そこにどういう情報を流通させたらいいのかとか、そこに行政とどう連携していったらいいのかといったときに、なんか表に出てくる人がやっぱり男性になっていく傾向が強いのは僕らの地図の業界ですごく似ているわけです。で、ここのやっぱりバイアスをどうバランスよく、なるべくバイアスがかからないようにしていくかというところになると、男性だけとか女性だけとか高齢者だけとか学生だけだとか社会人だけっていうこういう状況ではなくて、これがやっぱり災害は特にですね、まあ、地図もそうなんですけども、相手選ばないですね、いろんなことに関係してしまうわけで、全ての人に関係する事象に関してはやっぱりジェンダーバランスも含めてさまざまなバランスを考えないといけない。で、今回のこの講演の機会をいただいて、ちょっと板橋区の避難所運営マニュアルとか見てみたんですけども、ここに、これウェブサイトでいつでもダウンロードできるので、ぜひ興味があれば見ていただければと思うんですが、具体的なことをすごく書いてあるわけですね。こういうことに気をつけて避難所運営しましょうっていうざっくりとしたチェックボックスも用意されていますし、まあ、今回 の講演の中で逆に教えていただいたんですけども、例えば内閣府の方ではこういった災害対応力を強化する女性の視点としてのこうガイドラインがもうちゃんとドキュメント文書化されていて、これ読むと結構しっかりまとまっている考え方と、あとさっきのチェックリストですね、こういうふうにやりましょうねということをすごく具体的に書いてあります。ちょこっとだけせっかくなので、これな、PDF で配られていて見てもそんなに時間かからないで読めるんですけども、大事なことが7つありますよという基本的な概念、基本方針が書いてあります。これ多分ほぼ文字見えないと思うので簡単に補足するとですね、まあそんなに難しいこと書いてないんですよ。例えば1番目は普段からやっぱり男女共同参画、まあジェンダーバランスを含めて普段から活動していきましょうねって当たり前のことですね。で単に女性の数が多いだけじゃなくて、2番目はやっぱりそこの意思決定の中にもきちんと女性を混ぜていきましょうねって、これも当たり前のことですね。で、3番目としては具体的にやっぱりこういうことに気をつけていかないといけないというそのニーズが違うので、ニーズに合わせてきちんと男性のニーズ、女性のニーズ、共通のニーズも含めてそこのニーズをちゃんと理解していきましょうねだとか、あとは具体的にその避難所の運営をしていくときには、やっぱりそこの配慮の仕方そのものも、まあこういうふうにしていきましょうね、その具体的な配慮の方法そのものもかなり書き込まれていたりします。これ5番目としては、自分たちで抱え込まないでいろんな人たちとネットワーク組みましょうね、まさに今日僕は大学に勤めてる立場として来てるわけですけども、板橋 の地域エリアでもいろんな教育機関があるですし、まあ、NGO、NPO も含めてですね、いろんな外部組織がある中で連携していくことによって、外からある意味こうバランスのいいいろんな人たち、女性だけではなくて、あと若い人たちとか年配の方々も含めていろんな人たちをこう組織で、ま、連携していくことによって巻き込んでいくってミックスできるっていうことですね。でもちろんこの場も設定されているようなこう行政側の支援も普段からやっぱりネットワークを作っておいて、担当部局であったりこう共同参画センターのような組織ときちんと話が普段からできているから災害時役に立つよねとか、あと、実際に、まあ女性男性の性別だけではなくて要介護者としても、まあ、例えば新所者の方も含めて年配の方々も含めていろんなことを考えないといけない、そのさらに性別の外側の人たちに対してもきちんとサポートしていく必要がありますよということで、結構見ると、あ、僕はこのジェンダー の問題に関しては本当にある意味素人ではあった中で、あ、こういった形でやっぱり災害時意識しておくと必要だ なんだなということと、改めて読み直した上で、僕らがありさともう一緒にですね、取り組んできたこう地図のコミュニティの中でのこうジェンダーバランスをどう解決していくのかという中で、彼女が提案したこのやっぱり可視化していく、今こうなっているよ我々のコミュニティは、それをどういうふうに解決していったらいいのかということを分析して、じゃあそれをやってみようということをやっていく、まあ、このこう仕組みと先ほどのこう7つ の基本的な考え方は割と間違ってなかったんだなということを再確認できたのが僕は非常に嬉しく思ったところです。
で、あとですね、もう終わりに近づいてきてますが、まあ、概念的に説明してもなかなかこう分かりにくいところがあるので、今日なんか いろんな形でこう持ち帰っていただくようなお話ができればなというふうに思っているんですけども、今日の中でやっぱり僕らはもともと NGO というかボランティアのコミュニティなので、行政とは関わらずにやってきたわけですけども、やっぱり災害が起きた時は特にそうですけども、どうしても行政、国とか、基礎自治体とか都道府県とかに頼っちゃう部分ってあると思うんですね。で、僕らとして何をやっていかないといけないのかというと、これはもう今までの過去の大震災も含めて、東日本も含めてですけども、やっぱり災害が起きた時によく言われる3つのこう助け方がある。で、自助、共助、公助って呼ばれているもので、1995年の阪神大淡路大震災の時に特に指摘されていたことですけども、やっぱり警察、消防、自衛隊、公助、国、行政が助けることって限られちゃうんですね。で、やっぱり自分の命は自分で守るのはもちろんですけども、一番大事なのってその地域で共に助け合う共助の考え方をどこまでこう作り込んでいくのかというのが、ここはやっぱりすごく重要になってきています。僕らはまさに NPO でドローンバードというプロジェクトも NPO でやってますけども、共助で自分たちが持っているスキルと現地で必要な情報をどうやって届けられるのかというところも含めて、自分たちのコミュニティと自分たちの地域の人たちとどううまく連携していくのか。で、これもまた別に関わってるんですけども、これ東日本大震災の時は僕は実は助けやジャパンという、これも NPO と公益社団法人、公益社団法人で、が動き始めて、ここにも僕所属しているんですけども、彼らと一緒にやっているのが、みんな元気になるトイレっていうプロジェクトです。ちょっと今日本には災害時のトイレが圧倒的に不足しています。災害時避難所にはたくさんの人々が集まりますが、50人につき1つのトイレが必要です。それも清潔で安全で明るいトイレが。災害時避難者数は東日本大震災で40万人、熊本地震で18万人でした。首都直下地震では700万人、南海トラフ地震では950万人とも言われています。しかし避難所で備え付けたトイレだけではすぐに満杯になってしまいます。そこで助け合いジャパンは災害派遣トイレネットワークプロジェクト、みんな元気になるトイレを推進しています。全国の1741市区町村が1台ずつトイレトレーラーを常備し、被害の大きい被災地に全国から速やかに集結できたなら、災害時のトイレ不足問題を大きく解消できるはず。いえいえ、災害時だけではありません。花火大会ではこの間人がたくさん集まるイベントでも大活躍。あなたの街にもトイレトレーラーを。というのが、これ、民間団体と行政が一緒になってこうおしゃれで、男女別に分かれてるんですけども、綺麗なトイレ、これソーラーパネルも上についてて、電源も全部自前で確保できて、今能登半島にもかなり送られているんですけども、こういったトイレを行政だけじゃなくて、いろんな仕組みを使って行政と一緒に作って、さっき映像にあった通り、まあ、1800弱ぐらいの日本全国の自治体に仮に1台ずつ配備されると、まあ、これ2つトイレが男女あるから、これ1台で100人のトイレカバーできるんですね。でそれがまあ例えば2000台仮にこう配備というか全国にあって、何かあった時にわっと集めることができるとすると、それで20万人の人のトイレ問題を、まあ、数字上は解決できるような形になります。でいずれにしてもこういう仕組みって、実は行政に全ておんぶに抱っこじゃなくて、自分たちと一緒にやっていくようなことってこれ以外にもいろいろできます。でトイレは何で大事なのかっていうと、まあもちろんその綺麗であることも大事で、これ我慢するとやっぱり災害関連死って避難所で亡くなられる方が出てくる中に、やっぱりすごくこう我慢することによってストレスが高まってしまう、健康な状態じゃなくなってしまうことがやっぱり多く出てくるし、あとやっぱりこのソーラーパネルついてる電気あるんで、夜でもこうこうと明かりをつけて、汚いとか暗いトイレじゃなくしてるんですね。そうするといわゆる
あまりやっぱり表に出てこないけれども性犯罪も含めてですね、こういったトイレが狙われるっていう状況を作らせないっていうことも含めて、暗くて汚いトイレのイメージをなくすっていうことも実は民間と行政が組んでできるようになってきています。これもまあ一例ではありますし、でしかもこれお金って実はふるさと納税の仕組みを使ってこうできると、実は民間からのお金ってあんまり結局税金で控除で相殺できちゃったりする。で僕もこれ残主、お金出すと残主って呼ばれるんですけど、僕も名前を連ねていますが、こういかつこれ配備されるとこのトイレね、みんなの元気になるトイレの、地図を作ったりもしてるんですけども、まあ、こういったことで、ぜひ板橋区も配備されると嬉しいなというふうに思っていますが、やっぱりこういう発想が生まれてくるっていうのが今の新しい享受なのかなと思っています。あとは新商社の人、そうですね、バリアフリーの視点で言うと、やっぱり避難所に来る方々、災害なに起きた時にやっぱりこう普段の新商社の方々が危機的な状況下でかなり行動が制限されてしまうということがあります。これ僕らドイツのラウルと一緒にやってるプロジェクトなんですけど、ウィールマップって車椅子の利用者の方々向けの地図を作ってるんですけども、これラウルの車椅子ユーザーなんですけど、ちょっとだけイメージの動画、これドイツ人なんでドイツ語なのでちょっとコメントすると、ラウル車椅子使ってるラウルにここで今夜パーティーしようよって言うとですね、いやここ階段って行けねえよ、だけどちょっといいよ、アイデアを思いついたからやってみるみたいなことを言って、彼はそのドイツから世界中の車椅子でアクセスできるお店の情報を地図に入力してそれを共有する、こういうことを今僕らも一緒にやってます。ということで残り2分なのであと最後早回しでいきますが、これ、巣鴨の地蔵通り商店街のウィールマップ、僕ら現地で車椅子にアクセス可能かどうかっていうところを全部調べて、そこを可能なところを情報をオープンするマップに入力していたりとかですね、こういう地図情報が実は共有されると、まあこれもスマホの無料のアプリもありますが、この資料は後でインターネットで公開しますので受け取っていただければと思います。普段から街の中にどういうバリアがあるのかってことも分かりますし、やっぱり行政が作る福祉避難所って災害が起きてから3日後ぐらいにできてくるかなぐらいの時間軸なわけですけども、僕らの力でこの地域のバリアをきちんと可視化して伝えることができるようになってきています。なので、僕らとしては、こういった情報をやっぱり提供できる。で最後残り1分ですね、発災後のメンタルケア、これも喋ってくるというふうに言われたのでこれだけ最後に調べておりますが、僕はもう地図の専門家なので心理学の専門家では全然ないんですが、やっぱりいろんな被災地を今まで回ってきた中で、例えば東日本大震災の時こんなことありましたよ。これ大津町の避難所なんですけども、これ体育館で皆さん避難されてて、でも体育館の中に息苦しいんで外に出てくるんです。でこれバラックのこう簡易的な屋根作ってここで食事取ったりして、ここでこう髪切ったりとかっていうのをやってるんですけども、ここにですねこう一角にこういうスペースが作られていて、これ何してるのかっていうと、避難所で生活されている方々の女性の方々がここでひじきかわかめかその海産物のを売れるような商品に多分する形なのかもしれないですけど、ふるい分けされていて、なんかこう避難ただしてるだけじゃなくて避難所の中でも自分のできることをこう見つけているという、こういうことがやっぱり現場で行われている。でやっぱり避難所に行っても何かできる仕事を見つけることの重要性がすごく重要で、これは先ほどの女性だけではなくて、まあ避難所で何かできることをそれぞれの人たちが持っておくことっていうのが大事で、地図を作るっていうのもその一つじゃないかな。若い人たちはネットと端末があればいろんなことができるので、僕らとしてはネットとは水と電気も同じぐらいインターネットも大事で、
避難所にもぜひインターネットも整備しておきながら、みんながいろんなことをできるようにしましょう。もちろんですね。はい、まとめます。で、東京都の、あの副知事の宮坂さんも、そういう、こう、インターネット環境を安心して使える、セキュリティ上問題のない仕組みをどんどん作っていきましょうということで、今、東京都もすごく積極的に、こういうオープンローミングという仕組みで、避難所も含めてですね、あちこちで、安心して使えるインターネット設備が広がってきています。これは先ほど の、 あの災害対応力を強化する女性の視点でいう、支援への公平なアクセスという項目もありますし、もちろん使う人使わない人大事だと思いますけども、使わない人でもあの使う人でも当たり前にこう情報が受け取れるような世の中を作りたいなと思っています。これこの後ちょっと飛ばしていきますね。で、これあの辺りの小事例をどんどん飛ばしていって、最後ですね、はい、で今話をしたことでも残り1分弱でまとめますけども、これをどういうふうに普段使いにしたらいいのかっていうフェーズフリーっていう考え方でやっていきませんか。フェーズフリーっていうのはもう災害が起きた時にやるんじゃなくて普段からやっていきましょうよ。普段使いをすることによって、インターネット使わなくてもオフライン地図入れていけば大丈夫ですよねっていう話だとか、車椅子使った時にはウィールマップっていう便利なアプリあるようですとか、東京都も進めてるオープンローミングの利用者登録しとけばいつでもネットつながりますよとかですね、まあ、あとやっぱり普段から災害時の時だけじゃなくて普段からジェンダーバランス、女性男女共同参画をしていく普段の活動の中でのジェンダーバランスの意識っていうものが大事ですよねということで、これがやっぱり、アリッサが言っていた流れ、このジェンダーバランスを可視化しながらどう、この状況を当たり前にしていくのかということを、作る重要なあの流れかなというふうに思ってます。はい、で最後まとめます。今日いろんなお話させていただきましたが、僕らは地図作りの立場でありますが、多様ないろんな人たちが男女性別人種関わらずいろんな人たちがそれぞれの目的で当たり前に情報アクセスできる世の中を作りたいと思っています。でそのためには性別だけではなくて人種も年齢も障害もいろんな多様な人たちと気軽につながれる世の中を作りたいな、そこにまあ我々もお手伝いできますし、ぜひ皆さんと一緒にできることがあればなというふうに思っています。これ根気よくやっぱ続けていくこと大事で、伊能忠敬は歩け歩け続けることの大切さという言葉を残しています。僕ら1億人の日本人全員が伊能忠敬のようなマインドを持って当たり前に地図が作れて使える時代、そういったものを作っていきたいなと思っておりますので、何かありましたらぜひあの遠慮なくお声掛けいただいて、もっと安心で住みやすい街づくりに、まあ、お手伝いできたらなというふうに思っておりますので、この顔を見かけたらお声掛けくださいということで、すいません、ちょっとオーバーしてしまいましたが以上になります。はい、浦安さん、大地さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。